熊本市の小峰墓地にある、秋山玉山の墓。秋山玉山から1764年1月14日は、江戸時代中期の漢学者。名は、帝政、義。字は、朱。通称は、藩士、義右衛門。熊本藩士、中山貞勝の次男として、文後国鶴崎で生まれる。母は篠田氏、篠の出このいなかったおじ秋山樹庵の養子となり、秋山生を名乗る。 幼少より学問を好み、水足平さんに指示して、空医学を学ぶ。教法8年、藩主、細川千旗に出資、翌年、千を治むに随従して、江戸へ登る。江戸では、昌平座科学文書に入り、林方向に、朱子学を学んだ。研鑽を積むこと10年、方向に変わり、教弁を取るほどの学者になった。一方、服部南角から私文を教わり、 服部中栄、高野蘭亭、滝鶴台、細井光沢らと吉見を通じ、私文を交わした。高松藩、宇都藩、肘藩らの藩主に招かれ、皇尺したこともあった。教法17年に帰藩し、学問士南役に就任、熊本で教鞭を取る玉山の下に、多くの門人が一集した。千治の後、宗高、茂方にも引き続き使え。 犯行自習間設立を検白し、開校されるとその初代教授に就任、学業の進行と規範の制定に尽力した。法歴13年12月11日、熊本の自宅で母子した。著作に、玉山公習、玉山以降、自習間楽器がある。自習間楽器は、自習間創立の翌年作られ、13足と17足がある。基本的には同じであるが、 中に、対話禁止思想が明文化されている。自習館の創立時期から見て、その影響も大きかった。玉山は、林大学の下で、長年学問を学んだが、その学識、思想は、変化なく、包容的であった。大正五年、正語位を追贈された。ありがとうございます。